出しでこずのも大体でございます。テンション低い、テンション低いのはまあ前回の動画見たら分かるとは思うんですけども。分かる、10秒9でテンション下がる俺、うん、かっこよ。やがましい、やがましいし、エンディング全部あの手がこうだった。モヤモヤポイントあった。え、モヤモヤポイント俺はないけどね。いや俺はね、もやもやポイントではなかった。なかった。100m 終わって、うん、今1時間ぐらい経ったところなんですけれども、これからですね、前回の動画でもあった通り、すごいワードが今から出るよ。10年ぶりの 200m。 すっごすっご一切出てない。大学生活はないんだ。200回も出てない。マジ出てない。俺としても神回だな。歴史的でね、うん、そんな10年ぶりのこの一発目に自己ベスト更新していきたいなと。やっぱりこうやって出てないから自己ベスト遅いんですよ僕。10秒7で走ってるのに22秒5なんですよ僕自己ベスト。実はそれは遅いのか。これはめちゃくちゃ遅いです。怒られる。これは怒ってる今みんな。少々本当に低評価で。低評価で怒んないで。まあ200はちょっと分かりやすい話すると、まあ200向いてる選手っていうのは 100m×2 のタイム出せる人がまずセンスがある。スウェーデンのタイムで言ったら10秒95なんで21秒90みたいな。あで走れると200走り方上手なんだねいう感じ、うん、さらにすごい人だと例えば世界で分かりやすく言えばノア・ライルズ選手、うん、彼は 100m9 秒8台なんだけど200を19秒3で走る。9秒6とか7ぐらい。でもやっぱりきつくなるとはいえ加速もしてるんで、うん、そういう走り方ができる人、しっかり最初の 100m もちろんスピードもしっかり出しながらかつ最後の 100m でしっかり加速に乗れる人、うんうん、っていう人がやっぱ200センスあるっていう風にはなってて、練習はできてるけど、うん、200m の練習はしてないので、うん、今日ちょっと21秒出しますっては言えないから、うん、2つターゲットにしてて、まあ、自己ベスト5を切りたい。さらに5を切るとバレた。あいつなんなんマジ、あいつなんなんマジ。22秒5を切りたい。自己ベスト更新プラス千葉県選手権の標準も切れる。素晴らしい。これが今回の目標になってます。結構神回です。自己ベストだよ 200m、うん、走ってないとはいえ正真正銘の最速出そうよ。出したいね。前回はいいアップできたんで、いいアップだったな 100m 本当に。この回すんな強がりすぎ。まあ目標は22秒5切れたら嬉しいんだけど、とはいえ10秒9で走れてるので22秒3台とか出たら100点満点。俺予想していい？ゴールタイム風が 0.7、 22秒23にもあるね、うん、俺393級ね、うん、条件同じで3級ぐらい。ああなるほどね、うん、楽しみだな。楽しみだね、うん、どうなることやら、はい、じゃあ頑張ってきてください。頑張ってきます。それやっていきましょう。ダッシュで行こうぜ。さあ、アップ始まりました。 100m の疲労ダメージがどこまであるかちょっと分かんないんですけども、そこまでがっつりアップするっていうよりかは状態を見ながらコーナーの感覚の確認と軽めのダッシュで本番迎えるって感じですかね。歴史的瞬間がこの動画で見れるかもしれません。 PKD 史上一番速い瞬間が PKD プロジェクト、まだその瞬間はないからね。今日が初めてですよ皆さん。780の流し息切れする。まあでもダメージはねあるからね。そりゃめっちゃわかんない、どうなるか。もう最初からもういい、行けばいいんだよ。いきなり投げやりになる。大事にかしてなんとなく動き疲れてんの、やっぱコーナーですね。コーナーの確認きつそう。皆さん抜けねえんだろうな。動きから伝わる感じがありますね。さあ疲労がどこまで抜けたかですね。さあ TKD200 です。8レーンです。黒です。さあ反応はいい、反応はいいぞ。さあ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 、頑張れ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 、いいんじゃないか。どうだ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 、頑張れ頑張れ頑張れ、力むな力むな力むな、いいぞ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 、割といい割といい。
疲れましたね。お疲れ。ダッシュで行こうぜ。はい、ということで今 200m が終了いたしました。よしきさんね、明日レガシーハーフがあって前日受付みたいなものがあるそうで、結果聞けないんですけど、レガシーハーフの受付これから行かないといけないんで帰ります。しおやさん、エンディング任せました。よしきさん、松木で撮影ありがとうございます。ちょっとこの場をお借りしてお礼を言いたいと思います。ということで、目標にしてた22秒をタイム出たのかということで、今結果発表したいと思います。22秒、サンキュー。武田、10年ぶりに出場した 200m 自己ベスト出すことができました。俺サンキュー。サンキューね、サンキューぐらい。ああ、なるほどね。 100m の10秒9からしたらめちゃくちゃ喜んでいいタイムじゃないんですけど、でもやっぱり自己ベスト PB っていう数字は本当に嬉しいです。正直スタートライン立つ前、あとアップする時は足が結構きつくて完走できるかなっていうぐらいの状態だったんですけど、いや無事自己ベストも出すことができて万々歳でございます。めちゃくちゃ嬉しい。取り急ぎ今試合後ということで撮影させていただいて、ちょっと話がまとまってないですけれども、221秒台、今回見えたなっていうところがあるので、あーすごいぼやける。ということで 200m21秒台をちょっと視野に入れてこれから頑張っていきたいなと思います。1本試合出れるか出れないか今迷っているところでございます。今段階で決められないですけど、出る方向で動いていきたいなと思ってます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。